りがとうございます。何日、2週間ですかね、2週間ぶりに来たらこんなに緑が茂って大変大変結構でございますね。いや、新緑美しいですね。メタセコイアっていうんですね。中国原産で、まあ四川省だとか、山奥にあったらしいんですけど、何十年前から日本に来て、日本各地で見られるように、各地、見られるようになりましたね。いや、はい、先日はですね、全然二校と関係ない仕事をしました。そう、とうとう日本の弦とこのおじさんフェイスでは食べていけなくなって、そうアルバイトをしないということになってしまって、アルバイトしてきたんです。そのアルバイトとはですね、食品展示会での通訳、有楽町にある国際フォーラムで行われた、食品の原材料展っていうのがあって、それに中国のメーカーも、出展してたんですね。で、通訳が足りないのでどうしてもワンさん来てもらえないかなって言われて、いや誰か紹介しましょうかって言ったんですけど、いやいやちょっとね、専門用語もたくさんあったりとか結構難しい話もあるので、ある程度日本語を話せる方じゃないと、っていうことで、その日ねレッスンあったんですけど、それを他の日に代わっていただいて、生徒さんたちにね言って代わっていただいて、行ったんですよ。そしたらまあ大きな展示場にですね、いろんな国の会社が来てましたね。たくさんのブースがあって、まあ、中国からも 4,5 社来たかな、みんななんか固まってこう設置されるんですよね。だからここにワンブロックがあって、この区域が中国のメーカー、あとは日本のメーカー、しばらくしたら欧州のメーカーとかアメリカのメーカーとかっていう感じで、まあ分かりやすいといえば分かりやすいんですよね。いやそれで10時からスタートするんですけど、その20分後にですね、その中国のメーカーの CEO、 いわゆるまあボス、一番ボスですよね。一番ボスがもうスピーチするわけですよ。自分の会社の紹介と製品の紹介、いや専門用語だらけで、いやその私がまあ早めに行ったんで9時半に着いたら、その10時20分から始まると行けるかなんて言われて、行けないなんて言えないじゃないですか。やりますっつって、でどういったものっていう感じで、まあ前の日に原稿をもらったんですけど、中国語のままだから全然その分かんないんですよ、その専門用語が。なのでそれを分からないところをリストアップして、着いた時点でもう確認し始めたんですね。これは英語でなんて言うのとかなんとかって、要は中国語になっているその金原材料の名前がですね、研究されたものなので、日本語名もあるはずですね。で日本語名がなければ、まあ、そのまま中国語を
漢字の訓読みにしてやるんですけど、ものによっては日本にも来てるものもあったりするので、それは、まあ、国際用語というと英語だったりするんですよね。医薬品っぽいものなので、うん、例えば乳酸菌っていうのは日本語にもなってるんですよね。それからビフィズス菌なんか言いづらいよねとかもあるので、その乳酸菌の中にもいろんな種類があって、乳酸菌に属するっていう部類があって、もう本当に20項目ぐらいあるかな。それ全部細かい名前があったり番号があったり、そして、まあ、私が担当したその会社がそれを全部臨床実験も済ませているということなんですね。いやすごいお金かかってるんですよね、うん、なのでそういったものも全部覚える必要はないんですけど、メモ見ながらでもいいのですぐ翻訳できるようにというか通訳できるようにしないといけないから、まあその場しのぎでいろいろ書いて聞いて、うん、無理やりに20分になって、その CEO の方がそう壇上に上がってレクチャーするわけですよ。その脇で、まあ、頑張って通訳したんですね。そうまずその方が15分ぐらい、まあ本当持ち時間が20分あるんですけど、ゆっくり喋ってもよかったんですけど、その方が私に気を使ってその翻訳通訳する時間をということで私に気を使って早口で喋ってたんですね。で私も早口だから20分与えられた時間を15分で終わっちゃったんですよ。終わってからあまだ5分ぐらいあるじゃないかっていう感じで、その5分間で宣伝すればよかったんですよね。でそれ、まあ、気づかずに一生懸命に喋ってやったらちょっと早く終わっちゃって、早く壇上から降りてきたんですよね、まあ、ちょっとそれが悔しい、余裕がなかったんですよね、うん、まあその CEO の方がご自身も科学者であって、中国のなんか何人かの一人っていう方なんですよ。それと同時にご自身もその会社の経営者であるんですよね。うん、工場を5つ持ってて、研究所を6つ持ってて、従業員が500人ぐらいいるらしいんですよ、うん、で中国一番大きい会社だそうです。やっぱすごいよね。なんか研究、まあ僕らのイメージだと研究者だったら研究だけ、よそのこと他のこと何もわからないっていう感じがするんだけども、もう両途使いですよ。壇上に上がるともう科学者の顔しててこう細かくこう細菌っていうかバイオとかね、のあれを説明するんですけど、菌のですね説明しますし、そのデータとかも全部言って、でまもう本当に科学者なんですよ。で壇上から降りると自分のその言語がスクリーンいっぱいに映せてないから、後ろの人たちがちゃんと見れてないんじゃないかとか、それを係員自分の部下に怒鳴りつけるわけよ。お前たちのセッティングが悪いとかっていうすごい怖いと思ったんですよ。いや怒ってるから、いや私がね怒ってる間に一番最後のレースまで行って、そこからスクリーンを見たら、まあ、ちゃんとフルスクリーンではないんだけれども、ちゃんと最後の列でもちゃんと見れるんですよ。あ、そんな怒らないで最後の列でもちゃんと見えますから大丈夫でしたよって言ったり、な気づいたらなんか自分もその会社の一員になってパンフレット配ったりとか、お客さんになんか積極的に彼らから日本語できないからいらっしゃいませとか呼び込みはできないわけですよ。待ってるだけなんですよね。だったら私が自らこうこんにちはとかなとか、こちらは御社の弊社の資料でありますとかなとかとかとかって、そこで会話を作って
お客さんが何か聞き始めたら彼らを呼んで、で会話をさせて、そう、あ、名刺交換させて、あ、それは大変ありがたいご意見ですね、なんとかっていうのは、なんかその場を取り持ってですねなんか、うん、楽しかったんですけど、うん、いやその1日ね8時間の立ち仕事で腰が痛かったんですけど、いや大変勉強になりましたね、ほんと、うん、まあ専門職の通訳だから正直お給料もいいんですよでね、いいんです、別に給料当てに行ったわけじゃないんですけど、友達が困ってるから助けてくれって言って言われていたんで、もちろんそのペイも良かったんですけど、それよりもなんかすごく勉強になったなって、そう、食品と薬品って本当に区別しにくいですよね、医食同源って言うじゃないですか、いやまさにその通りだなって思いますね、うん、あと輸入に関する知識とか輸出に関する知識とかもいろいろ聞こえたりとかしてて、こう会話してる間に自分が通訳するから、なるほどそういうことね、なるほどこういうことだったのかとかね、いっぱいなんか、うん、聞けてすごい良かったです、うん、たまにはなんか全然違う畑の仕事をするのもいいなってそう思いましたね、うん、まあ今日はその報告こんな素晴らしいところで、ああ太陽が出てきた、明るくなってきたね、今日はいいお天気で、良い良い一日をお過ごしください。あ、そうだ、2校生徒さん募集してます。最近黙って演奏してるだけなんでね、いかにもやる気のないワンさんですよね。いや本当になんか元気ないんですよね。なんかこう毎日同じことやってると、うん、ちょっと新しい刺激があって興奮するといいね。2校の生徒さんも募集します。オンラインでも対面でも結構です。無料体験レッスンもあります。興味のある方はご連絡ください。お気軽に。それではごきげんよう。さようなら。再见。いやー綺麗だな。おーいい感じ。この空の青さもいいですよね。おー千葉動物公園の駐車場。まあこの芝生が入ってるところは駐車場になってなくて車が来ないようになってるんですけど、うん、いや最高ですね。はい、それではごきげんよう、さようなら、再见。